はい、与那国町東宮倉、月宮倉ですね、付近です。こちらから見る、石垣もすごいですね。こんな見上げるような感じです。東宮倉と、9メートル、結構大天守と、まあ、副天守っていう言い方ですかね、大天守小天守っていうよりも吉川氏の時代の、副天守台、あと中村氏時代の天守があった上に比べればですね、狭いですけど、吉川氏の40矢倉と同じぐらいの広さがあって、おそらく絵図にもありますけど、東宮倉っていうのは結構一番大きい部類の矢倉ではなかったんでしょうかね。かなり面積がありますからね。お城によってはこれ天守と同じぐらい、20矢倉と平屋建ての矢倉、月見矢倉とも呼ばれる2つ天守、矢倉があったみたいですね。でこちらの場所はですね、こちらから見ても素晴らしいですが、ちょっと石垣の部分をね、ちょっと中心に見たいと思いますね。こんな感じです。周りはちょっと低い感じがしますんでね。あちらは内膳丸ですね、横田内膳が築城したという、これは、江戸時代のお城、吉川氏が、立ち退いた1600年以降ですね、関ヶ原以降の、お城になりますね。まあ、吉川氏も9年間ここのお城に在城していたようですから、それなりの築城はしていたようですし、他の方でも話してますけどね。これが素晴らしいですよ、見てください。左に伯耆富士大山、今見えてる一番2番目に左のところが天守台ですね。でここが月見櫓ですよね。でこちらの方もですね、本丸の部分が結構広いですから、こちらの石垣の部分ですね、水の手御門の方を回って、本丸に入るわけですけど、この部分の石垣もね、かなり壮大な感じで、ちょっと草木がね、茂ってますけども、石垣自体は残ってますんで、この下も石垣があるようですね。そうですね。ちょっと下側の高度感がそんなないように思いますけど、まあ、ここに大きな櫓が立っていたということになりますね。何しろ石垣が素晴らしいです。これほど山陰のやはり名城と言われて、まあ、後に松江城はね、江戸時代の完全なお城になりますので、ここに表記がありますね。さあ入り口の番所のところまで戻りますか。これで石垣のところですね。これは町並みが今見えるですね、左が内膳丸になりますね。でここが、本丸の一部になりますね。でここが東宮倉の入り口ですね。でここからちょっと戻る、今日は一周した感じですね。かなり時間もかけて個別に撮影もしましたんで、場所ごとにですねゆっくり見れると思います。いやー、何しろ伯耆富士綺麗ですね。階段なんでね、ちょっとガタガタしちゃうんで、本当にこう6段の壁じゃないですけど、6段の石垣、実際3段ですけどね、上から見ると平らになっててね、怖くない感じしますけど、下から見上げるとちょっとどうやって登るんだろうって感じですよね。当時の築城技術っていうのはすごいですよね。中村氏が構築してますけど、その元となる吉川氏のお城っていうのはやっぱりありましたから、まあ、堅固なこの戦国、まだ戦国時代でしたからね、関ヶ原前ということで、防備に、要するに守りを徹して、もしかしたらここに立てこもるんじゃないかということも考えてですね、作られたお城のようですよね。ここから見てもね、1、2、3、4段になる、見えるような感じになりますけど、なんか日本のお城じゃないみたいな感じにもちょっと見えますよね。ここは天守の入り口のところですね。はい、東宮倉付近でした。